千葉県立下モウ高等学校は、千葉県成田市名古屋にある公立高等学校。創立100年以上の歴史を持つ学校で、また、県内唯一の専門総合高校であり、将来の人材育成として、専門教科に力を入れている。グランドや野球場を含め東京ドームの約5倍という広大な敷地面積を有している。校舎裏には、志校寮という寮がある。 原則として、園芸科生徒が一年時に前期、後期に分かれ半年間入寮することが義務付けられている。寮には他の学科の生徒も入寮、生活することができる。野菜、草花、果樹の栽培、家畜の飼育、食品製造の知識、技術を主に学習する。自動車工学、自動車整備を中心に、機械、電気、コンピュータなどについて学習し、 卒業後に受ける産休自動車整備士国家資格を目指す。工業系の実習においては、少人数の班に分かれて学習し、経験を積むことで一人数とが高分野に通じる、プロフェッショナルになることを目的としている。技能、特別教育講習会で試験を受け、合格することで様々な資格を得ることができる。産業社会の国際化。 情報化に対応できる人材を育成するとともに、母期、ワード、コンピュータの利用技術などの資格取得に向けて学習し、ビジネスに必要な基礎的な知識と技術を習得する。また、興味、関心、進路希望に基づき、会計コースと情報コースに分かれ、それぞれの専門性の進化と上位資格の取得を目指す。2018年度の入学生より、 学科名が変更された。それまでは上記括弧内に記載の学科名であった。制服は2009年度入学生より新しい制服へと変わった。これまで学校行事の際の見つける必要があったネクタイは義務化された。ありがとうございます。